どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは杉狩り。チェーンソーと火炎放射器を用いて文字通り杉を狩るワールドとなっています。このワールドは入ると近くにチェーンソーなどをリスポーンさせるギミックがあります。リスポーンさせた武器はユーズすることで動かすことができるようになっています。火炎放射器はトリガーを押し続けると火を吹き続けます。チェーンソーと火炎放射器をトリガーを押し続けている時のみ効果があります。覚えておきましょう。使い方を理解したら杉の木に近づき根元にチェーンソーを当てます。根元に当て続けると HP が減っていき、これがゼロになると伐採することができます。伐採した杉の木は倒れてきますが、それに当たると死亡します。注意しましょう。伐採した杉の木は火炎放射を当てることで処理できます。これが手順となります。一度伐採しないと杉の木に火炎放射を当てても処理できませんので注意です。ちなみにドントプッシュを押すと大変愉快なことになります。愉快というか殺意が湧きそうですね。杉の木は伐採した後はチェーンソーをうまく当てることで遠くに飛ばさせたりできます。光景的に面白いですが事故のもとなので飛ばすときは気をつけましょう。こんな感じで杉の木をひたすら狩るクエスト対応ワールドとなっています。杉の木はワールド内にぎっしりと詰まっているかのごとくたくさんありますので、ひたすら伐採して遊ぶことが可能となっています。花粉の季節もあり、日頃から花粉に恨みがある方にはストレス発散ができるワールドとなっています。思う存分チェーンソーで狩り、火炎放射で焼き尽くして当たり一面をすっきりさせましょう。もちろん杉の木は倒れてくることで反撃してくるので、そこだけ注意かもです。っていう感じで杉の木を狩るワールド、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。